皆さんこんにちは、こんばんは。体思想家河野知世です。今日は腰痛についてお話をしたいと思います。なぜ腰痛を起こすのか、また繰り返して腰が痛くなる、その腰痛の原因は何か、皆さん何だと思いますか？私が見る限り一番の原因は目の使いすぎなんです。目を使うと足が突っ張ってくる、そして体を前後運動ですね、前から後ろにふっと動かした時とか、後ろから前に動かす時にグキッとなる。ですから重たい荷物を持つ時もこうやって前後運動を使う。そして子供を抱っこする時、グッ、そしてくしゃみをするとか、歯を磨いてるとか、うがいをしてバッと吐いた時っていうのも前後運動ですね。こういう動作っていうので腰を痛めることが多いんですね。で、重たいものを持つというのはこういう前後運動で持つと必ず壊します。しゃがんで立つというその足で持ち上げるようにすると腰の痛みが、腰に負担がかからなくなります。ではこの腰痛を防ぐにはどうすればいいか。目が原因ですので目のオンシップをする、そして、目を休めるということが非常に大事になります。腰が痛いからといってずっとスマホを見てるとますます痛くなってきます。自分で処理するときはこの足の横側、ここを押さえ、もしくはお尻から膝裏にかけての座骨ですね、そこを緩める。ふくらはぎも緊張しているのでふくらはぎやアキレス腱を緩めるということが大事になってきます。足湯をしたり脚蹬をしたりすると足が緩んでくるので、足と目を緩めると非常に腰の痛みが抜けてきます。あとは目を使うとですね、耳たぶが硬くなります。耳郭が硬くなるんですが、これをしっかり揉みほぐしておくと頭の緊張が取れて腰も緩んできます。腰痛の原因は目だと分かると、現代人はスマホやパソコンといった目を使う、あとは運転するですね、そういったことで目を使うってことが非常に増えてきているので腰が痛くなりやすいです。女性で言えば生理痛も目が原因になるのですが、その目の酷使というものが非常に腰が抜けて腰痛になりやすいので、目を大事にするということをぜひ心がけてみてください。治療では本当に元気にはならない。腰が痛いからといって腰をぎゅうぎゅう押さえたりとか、その場では良くなってもまた繰り返してしまいます。日々の生活の中で目を酷使するとか、冷えないとか、冷えたら足湯をする、目を使いすぎたら耳郭を揉んだり、目のオンシップをしたり、生活を改善していくということで本当の元気がやってきます。ぜひ腰が痛い人はですね、心がけてみてください。そうすると腰の痛みが取れてきます。また目を使いすぎていくとぎっくり腰も繰り返して発症するので、あ、腰が危ないなと思ったら目を休めるってことを心がけられるといいと思います。必ず原因があれば結果があります。腰が痛いっていうのは結果であって原因がある。目の使いすぎや冷えを取り除いていくということを日常生活の中でぜひ行ってみましょう。そうすると腰痛とおさらばできると思います。はい、それでは今日はこれで失礼します。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。